こんにちは、レイセンです。今日は12月15日水曜日になります。実験生活1340日目、だいたい生揚げとドリンクで小食粗食実験、今日3日目ですね。天気は晴れ、現在時刻は午後1時22分です。まあ、さっきまでちょっとねゲームやってたんでね、イベント、急に発生するイベントっていうのがあって、それがちょっと連続できてたんで、でまあ、ゲームやってた。で、今日は一応昨日買った生揚げですね、がまだあるんで、それ食べて、あとはドリンクでやる予定です。足りんかったら、まあどうしても欲しかったら買い出し行くかもしれんけど。一応今日は、まあそれだけでね、生揚げ1パックだけでやる予定です。で、ドリンクはトヤミックスをまあ2杯、2、3杯ですね。と、あと人参ジュース1杯。1杯っていうか1本ですね。720ミリ。まあ、これでやっていこうかなと思っています。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。雪豆乳を300。あ、なんか朝からバタバタしちゃってて。ゲームの時間があるもんでね。イベントの時間があるもんでって言って。すっごいバタバタ。これ一応200。で、あと水、ここ入れてきます。神社の井戸水を300、もうそろそろちょっと水を汲みに、まあ、まだ余裕があるんだけどね、最近雨降ってないもんで、今のうちに汲んどいた方がいいかなって気はしてるんだよね。で、あとこれ大根の酢漬けですね。これと生揚げ、にこや本店さんの生揚げですね。これまあ取って、これだけでやれそうだったらやるし、買い出し行きたかったらちょっと行く、行ってまあ生揚げとマクロビハ買ってくるけど、できたらね、できたらこれで今日行きたいところですね。使うのはこれね、無添加のタレと、すき焼きのタレですね。まあ、こんだけいいかな。一応このかきやすはもうちょっとやめようかと思うんで、あんま美味しくないんでね、これ。まあ、1階におろそうかなと。したら取っていきます。ちょっと忘れとった。これ、人参ジュースですね。これも、まあ、今日中に1本取っていく予定です。2杯目入れていきます。雪豆乳を300。とグリーンスムージーを200。したら取っていきます。次入れていきます。雪豆乳を300、これ3杯目ですね。ちょっと入れすぎたか。で、これ1を200。そしたら取っていきます。今40分だけど、まあ9時半ってことで計測入ってきます。
ウエスト買っていきます。正面、側面、中、うん、75ですね。血圧110-80です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間5時間半ほどとっています。午後3時半から5時半までの2時間と、翌日午前2時半から4時までの1時間半、6時半から8時半までの2時間、合わせて5時間半です。ちょっと喉の調子悪いんだけどさ、一睡寝ちゃったのでね。またで、ジョギングは今日もなし、ウェイトトレーニングもなしです。日中の室内温度、正午12時50分頃計測で21度、湿度は 28% でした。飲んだもの、有機豆乳、今日は3杯取ってるんで 900ml、 これ1が400、グリーンスムージーは200、あと人参ジュースが720、水は神社の井戸水で 260ml です。今日1杯だけなんだよね。さっき一応ビデオカメラ確認したけど、やっぱ1杯だよな。で、40ほどまだ冷蔵庫残っています。合計が 2480ml、 水260のため実質は 2220ml になります。まあまあですね、まあ 1.5 リッタープラス人参ジュースってとこです。で、これプラス固形物、今日は生揚げ1パック2枚入りですね。まあ初めてだね、初めて1パックだけ、初めてだっけ覚えてないけど、1パックだけでちょっとやるっていうね、で、漢方は少し、香辛料等はなしです。漢方はね、そのまま直に喉のためにね、取るっていうことはしてないんだよ、今日。生揚げの上にかけて食べた時に使ったっていうかな。大根おろしね。もうないもんで、そろそろ、ね、作らないとなっていうとこです。で、尿回数9回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。昨日も出てないんで、2日間出てないですね。で、おならはなしです。今日の計測時刻は午前9時半頃です。昨日よりも2時間と30分ほど早いですね。まあ、その分 0.25kg ぐらいは増えてることになります。体重 64.95kg。昨日に比べて 1kg の減少です。なので昨日と同じ時間に測ったら 1.25kg のマイナスですね。だから1キロだよ、1キロ、1キロちょっと減ってるんだよ、1日で、まあまあ減ったね。なんで、まあやっぱ固形物だな、固形物の量が少なければ、体重減っていくな。 BMI20.5 でマイナス 0.3、 体脂肪率は 17.0% で 0.3% の減少です。で、血圧110-80、最高血圧-8、最低血圧+3なんで、血圧もまあ、最高血圧で見るんでね。まあ、血圧も下がってますね。脈拍85でプラス11、ウエスト75センチで5ミリの減少です。まあ、脈拍高いのは、風呂だね。今日ね、シャワーだけにしようと思ったら、浴槽に湯が溜まってたもんで、で、まだ割とぬるかったんだよね。これなら入れそうだなと思って。で、入ったんだわ。どのぐらい入ってたか、20分ぐらい入ってたかな。で、出てきて、で、神棚やって、部屋に戻ってきたら、まあ40分だったよね。まあちょっと10分ぐらいオーバーしてたけど、9時半から。で、即も計測入ってるもんで、だから風呂から上がってすぐ計測してるんだわ。だから脈拍が高いのはまあその辺っていうかな、風呂上がりすぐだったもんでじゃないかなってとこです。血圧は下がってるから、血圧はなんかあんま関係ないっていうか影響受けないんだ、受けそうな気がするんだけど、風呂上がりすぐ計測とかね、なんか血圧高くなりそうだよね、血流がさいいもんで。だけど実際測ってみると血圧値はそんな影響ないんだよね。影響ないっていうか、今日で言ったって110だからさ、最高血圧。まあそんなところです。で、今日の気づき、まあ別に気づきっていう気づきは今日ないんだけど、人参ジュースだね。人参ジュースがね、やっぱ1日1本が一番いいなって今、まあ分かってきた。1日1本だとね、飽きが来ないんだよ。飽きが来なくって目の調子もいいっていうね。やっぱ1日1本だなあれ。
で今日は1本取ってて、あと 1.5 リッターね、トラミックス取ってて3杯ね。で生揚げも食べてるんだけど1キロ減ってるから、うん、割と人参ジュースの影響を受けないかもしれないですね。うん、あ、血圧もいい感じに減ってるし、だから人参ジュースはまあ1日1本で良さそうだなってとこです。あんまりたくさんね取るとね飽きてくるんだわ、飽きが来るんだわ。まあ人参ジュースだけによらないんだけどさ、うん、だけど1日1本のペースだったらまあ飽きは来ないな。まあ、1日かけてね、一気にね、一気に720ね、ま、飲んじゃうとね、一気飲みしちゃうとね、まあ飽きるかもしれないけど1日かけてね、1日かけてまあちょこちょこね、ちょこちょこ飲んでいく感じでやっていくと飽きが来ない。うん、多分で、まあ、このやり方が良さそうだなってところです、人参ジュースに関してはね。あとまあトヤミックスは一応3杯を上限にして、それ以上は取らないっていうね、絶対取らないっていうね、ここは縛りにしとくべきですね。まあ取ったらね際限なくいっちゃうからね、前千日絶食の時にやってたよね、どん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 増えてって9リットルぐらい飲んじゃってたよね1日でね。ああなっちゃうもんで、やっぱ縛りはねきちんと儲けとかにあかんのでね、ここは絶対に絶対にもここはっていう縛りをね死守するっていうね、絶対ここは死守するっていう、守るっていうね、縛りが必要なんでね、それがまあ 1.5 リッターってとこですね、トイミックス3杯までっていうね、でやる。でもトイミックス3杯と人参ジュース1本あったらまあ割と余裕っていうかね、そんなしんどくない。だけど今日でもね夜中あたりからちょっとね夜中空腹感出てきたかな、あ夜中、朝かな、朝い空腹感が割と出てきたかな。やっぱね厚揚げ、生揚げだね、生揚げを2パックだな、2パックあるとちょうどいい感じですね、2パック生揚げ2パックと、あとトヤミックスはまあ3倍以下にして、で人参ジュース1本ですね、これ、あとまあ水ってとこです。これでやると調子いいんだよ、一番いいところだね、やっぱね1パックだけだとちょっとねやっぱ朝とかね、まあ後の方でね、後の方でちょっとなんか空腹感出てくるね、ちょっと足りないって感じだね。まあそれでももう1杯ねトヤミックス取ったら別に問題ないと思うんだけど、まあトヤミックスは増やさない方がいいんで、まあ2パックかなってとこですね、2パックがおそらくちょうどいい、生揚げね。で明日はちょっと生揚げ2パックでねやろうかなと思ってます。まあお勤め品とかなんかあったら買っちゃうかもしれないけど、でそれプラスなマクロビハねちょっと買ってこようかな。今日はマクロビハも何もなしだったけど全然問題なかったねあこのぐらいの方がむしろ楽かなと思ったぐらいですね。まあだけどやっぱ感触はねまあたまに時々欲しいね、時々はね、そんな感じです。でもうおろし醤油が空なんだよね、あれを買おうか買わないか今ちょっと考えてるところで、あれおろし醤油の中にあのアミノ酸等っていうねグルタミン酸ナトリウム化学調味料が入ってるもんで、あれは良くないんだよな、あれ取っちゃうもんでおろし醤油買うとね、あと濡れおかきだね、濡れおかきの中にも同じく入ってるから、ただ濡れおかきとあのおろし醤油さえもうやめたら化学調味料は体に入ってこないんだよね、一応ね一応、まあ、原材料名の表示には記載がないっていうかな、なんか抜け道使って入ってたら知らんけど生揚げの中に消耗剤は入ったりするけどね、まあ消耗剤ぐらいってとこですね、添加物は。あと素材5000はね添加物入ってないし、あと無添加焼肉のタレも添加物入ってないし、これだもんで、でトヤミックスとかもね当然大丈夫だよ、だからまああのグリーンスムージーがなんかちょっとね最近タチの悪いマイナーチェンジ してさカゴメがなんかちょっと怪しくなってきたけどねあれね、前の方が良かったなと思うけど、まあそんな感じです。
うん、明日はそんなところで、一応生揚げ2パックとマクロビハですね、でやっていく予定です。まあしばらくはこれで、うん、やっぱね生揚げでやると調子いいわ、うん、精神的にもいい感じだし、で体の状態も悪くないし、今日なんか若干動悸っぽい感じがあったかな、なんか動悸までいかないよ、動悸までいかないけど、なんかちょっとなんかバテやすいような感じっていうのかな、うん、ちょっとなん かあったね、今日は、今日だけだけど、なんだろうな、うん、まあいいけど、うん、ちょっと様子見ですね。あとね、夜中寒くなってくるんだよね。でもうストーブをね、まあ、あの電気ストーブであれ800ワットまでできるんだけど、あの熱線2本のやつだね、うん、電気ストーブあれ半分熱線1本で400ワットでスチーム炊いてね、でかけるといいんだけど、夜中にねストーブつけないとね、なんか気持ち悪くなってくるね、なんか調子が悪くなってくるっていうか、あの病院行ってから、病院行ってからだね、なんか菌拾ったかな、病院だもんで、やっぱね菌がいっぱい浮遊してる可能性あるから、なんか菌拾ったかもしれないですね、うん、病院の中でね、うん、なんか病院行ってからそういう風になり始めたっていうか、あるいは関係ないかもしれないけどね、うん、ちょうど病院行くタイミングで髪の毛短くしてるもんで、まあ短くって言っても数ミリだけどさ、うん、そのせいかもしれないしな、なんでもそれにしてはなって感じだから、あのまあなんだキャップキャップキャップって なんていうのよく知らないんだけどさ、あの帽子帽子かぶってでストーブ焚いたらいいんだわ、うん、それだったらいいんだよ、だから体があんまり冷えるもんでまあ調子が悪くなるのかなって、うん、固形物取らないとね体がどんどん冷えていくんでね、ああ水もトヤミックスも冷たいじゃんものすごい、うん、でやっぱ固形物取らないとね、もうそれだけでね体があの燃えないっていうかね、うん、熱くならないんだよ、食べると熱くなるんだけどね、固形物取ると熱くなるんだよ、体は熱持つんだけどね、ああ今日みたいにまあ昼にね食べたっきりだと、まあ、夜中ねちょっと体が冷えるかなってとこです。まあ、そうやって考えるとやっぱり2パックだな、生揚げ2パック取るとまあ一番いいかもしれないですね、うん、あと夜に1パック取ったらそれで多少体熱入るもんで、うん、それだったら一番いいかなって思っています。そのところかな。トヤミックスはその場合まあ3杯もいらないかもしれないんで、まあ 1,2 杯ってとこですね、うん、人参ジュースはもう確実に1日1本だね、あれは欲しいとこですね、そんな感じです、うん、今は10時半なんで、まあ、早めにちょっと買い出し行こうかなと思ってます。じゃないとね五目生揚げ売ってないんだよね、まあ、昼過ぎに行くと売ってなかったりするんで、まあ曜日によってだと思うけどね、まあそんな感じです、うん、今日睡眠時間ちょっと少ないんだけど、うん、まあ、起きた時間8時半頃ですね、8時半頃に起きて、でまだちょっとね寝足りない感じがあったんだよね、今も少しなんかね若干寝不足な感じがあるっていうのかな、若干ね、うん、あと朝寝起きの顔はあんま良くなかったね、やっぱ椅子寝ちゃあかんなとは思ったやっぱ布団で寝なきゃあかんな、だけど風呂入るとねマシになるね、やっぱ顔が風呂入るとちょっとマシになるんだわ、ああ、まあ、まだ見れる顔になるっていうのかな本当ね寝起きはひどいよ、うわって感じだね、うん、ひどい顔してる、そんだけかな。今日はなんかね肌の状態がなんかいつもよりも少しいいんだよね、鏡見た時にね肌の質感がなんかちょっとしっとりした感じでさ、まあ風呂の影響もありそうだけど、もしかしたらあの生揚げね一パックだけっていうのが良かったかもしれない、やっぱ固形物を減らせば減らすほど、うん、体は元気になるっていうか回復するっていうかな、そんな感じですね。今日もずっとゲームやってたね。あ、そうだ、あのラピスリライツってやつ、12月中に出るって話してたやつ、あれまあ出たんだけど、うん、ちょっとやってみた、ちょっとやってみたんだけどね、なんか思ったよりいまいちだったな。うん、まあ好きな人はいいのかもしれない、
戦闘がね、なんかあんま面白い感じじゃなかった。なんかね、テンポかな、あれテンポの問題かな、なんか迫力もちょっとなんかいまいちな感じだし、なんか臨場感がないっていうのかな、でキャラクターもなんか棒立ちみたいな感じでさ、なんかねいまいちだったね。で演出っていうのかな、必殺技の演出とか凝ってるんだけどさ、長すぎるんだよねすごい長すぎる。あれはもう最初に一回見たらもう見ないだろうっていうぐらい、まあ、好きな人は見るかもしれないけど。で、まあ、ストーリーもよくよくありがちなやつっていうかね、もうなんかもう飽きるぐらいありがちなストーリーだったし、アニメーションがなんか入るのが、まあ、そこはねお金かかってそうだなと思ったけど、あと、なんかキャラクターもなんか、本当ありがちなキャラクターっていうかね本当に、なんか何から何までありがちだなっていう感じだったんだよね。一番きつかったのが、まあ、戦闘シーンかな。戦闘がなんかすごいなんかいまいちだったね。敵もなんか作りがなんかすごい安っぽい感じっていうか、あんまりなんかひねってないっていうか作り込んでない感じっていうか、なんかいまいちだった。まあ、お金かかってそうではあるんだけどね。まあ、結局ちょっとやってもやらなくなっちゃったね、ラピスリライツ。まあ、ああいうアイドルとか好きな人はいいかもしれないけど、私は興味ないもんで。で、シャーマンキングだね。シャーマンキングもあれ結局初動でちょっとね失敗しちゃってたよね。なんか、サーバーダウンがね全然直せなくって、で緊急メンテをもう連続でやっちゃってて、もったいないねあれね。なんか質は良かったんだけどな、シャーマンキング、まあ、質は良かったんだけどね、やっぱね、ラグナドールをやってるとあのぐらいじゃちょっと満足できないんだよな。もうマルチもあんまりなんかね、なんかいまいちな感じだし、PVP だけアリーナだけはあるけど、やっぱラグナドールの方が面白いな。キャラクターもいいし、なんで、あれを見ちゃうとね、ラグナドールのキャラクターとか、あと戦闘とかね知っちゃうとね、ラピスリライズとかねシャーマンキングはちょっとね物足りないんだよね。あれじゃ物足りないっていうか、まあ、よくある感じではあるんだけど、よくある感じだけだもんで、もうやらないな、あのぐらいだとな。もっとなんかキャラクターが魅力的だとか、独創性があるとか、ストーリーが面白いとか、戦闘がなんか白熱するとか、なんかもうちょっとね、もうちょっと光るもんがないとね、もうやらないね、って感じ。ラグナドールやっちゃうとね、まあラグナドールあれもものすごい落ちるんでね、エラー落ちとかいっぱいするんでね、通信エラー落ちとか。大体ね深夜、いや深夜じゃないよ、大体ね、あのね00分と半にはね、まあほぼほぼ 100% 落ちるんだよね1時ジャストとか2時ジャストとか3時ジャストとかさになった途端にねエラー落ちするんだよ。あと半だね、1時半とか2時半とか3時半とか半になってもねエラー落ちするんだわ。でそれ以外の時でもエラー落ちするんだよ、なんかボタンを押すとエラー落ちするみたいな。すっごい頻繁なんだよね。プログラムの問題なんだろうなと思うけど、サーバーがダウンしてるとかそんなんじゃないね、あれね、明らかにね。なんかプログラム上の問題って感じだね。そのところです。あとまあどっかで水汲みも行きたいなと思ってるところです。あんま明日はちょっと行く気しないけどな、まあ、どっか近いうちにね水汲み行きたいなと思ってます。そんな感じかな。一応ね今日はまあ初めてかな、厚揚げ生揚げだね1パックだけでやってみるっていうのをやった結果割と調子良かったですね。ただまあちょっとね後半お腹すくもんでやっぱり2パックがベストかなってとこです。そんだけですね。そしたら実験生活1340日目完了です。それではまた明日。